当該財務局さん、中国領事館に名城住宅跡地3000坪を売却しないでください。お願いします。今審査中とのことですが、売却に反対です。もう断固徹底反対でございます。その理由はすでに文書で提出しております。当たり前、普通に考えても3000坪のですね、治外法権的な、それもあの虐殺拷問民族浄化を行っている中国共産党、その警察の方もですね、名城住宅跡地を中国共産党管理していますから、警察官の皆さんも反対の声を上げてください。反対のほど声を。東海財務局に現在市な中国共産党中国領事館が3000坪の広大な土地を買いに来ておりますね。これに断固反対の声を訴えさせていただいております。現在審査中ということですが、国有財産調整官の林さん以下6名で審査中ということですが、もう審査する必要ありません。こんなのはダメだと、理由なんかいくらでもつけれます。あの方々はですね、ダメな理由なんかですね、その作文は天才的なんですから、ダメな理由をですね羅列して中国領事館に提出はいいだけなんですよ。あの超立国ね、総領事の超立国、尖閣の問題だぜ抗議言ったらですね、私に指さしてうすら笑い浮かべてましたよ。うすら笑い、うすら笑いよ、ね、どこでもない。東海財務局の職員の皆さん、中国領事館に、中国領事館が国有地買いに来てます。3000坪、坂本局長にですね、これダメですよこれはと言ってください。お願いします。皆様、中国領事館今3000坪買いに来ているんです。名城住宅跡地、この東海財務局に売ってくれと言ってきてます。反対の声を上げていただきたいと思います。中国領事館がですね、3000坪、名古屋市役所の北400メーターぐらいのところの名城住宅跡地買いに来てます。東海財務局に反対の声を上げていただきたいと思います。まずいですこれは。こんなね、治外法権みたいな土地がね、ボコッと名古屋の官庁街と名古屋城の近く出現、まずいと私は思っております。でね、この数日の間に1500兆にも及ぶ署名、反対の署名が集まったと聞きます。国民の皆様、中国に土地を売るなと、3000坪、東海財務局に言っていただきたいと思います。お願いします。東海財務局さん、もうこの数日ですよ、1500名にも及ぶ、1500名、名城住宅跡地3000坪を売るなというですね、署名が集まっていると伺います。こういうですね、国民の真摯な声を当然反映されなければありませんし、あの支那中国の行い、言動、ね、恫喝、脅迫、ね、人さらいまでやるようなところにですね、そんな名古屋、こんな名古屋城の近く、官庁街の近くにですね、3000坪もこの治外法権みたいな土地が出たらおかしいでしょ。こんなのは普通に考えておかしいんです。もうね、早々に中国総領事館の超立国にですね、売れないからあなたのとこにはというですね、まあ、それらしい説明文をつけて提示しておいてください。もうそれしかありません。それしか選択肢ないでしょう。何があるんですか他に、さっさと中国に3000坪売却しない旨の意思表示をしておいていただきたいと思います。いただけだと思う。ぐず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 ですね、売るか売らないかわからないところで、売るようなみんなこれ心配してるんですから、国民にですね
まあ、いらぬ進路を与えてどうするんですか、東海産業局さん。聞いてますか。みんなこれ売るごとにですね、大変心配して3000坪を中国に真剣にやってんですよ。もう署名もね、1500兆集まったっていうことらしいんですよ。1500兆。それも先週の土曜日ぐらいからですよ。坂本局長言っといてくださいよ。東海財務局の職員さん、ダメだってそんなの売るのがあって、お願いします、お願いします。坂本局長、中国領事館に3000坪の国有地名城住宅跡地売却に反対でございます。売却しないでください。局長は就任時の何か挨拶でテレビでですね、中国中国というようなことを言ってた記憶がございます。まさか財務省本省から中国に3000坪土地売るような匿名を受けてこの東海財務局長になってきたわけではないでしょうねと思います。まさかと、やたら中国中国と言ってました。このような記憶があります。非常に多くの国民、県民、市民が危機感を持っております。危機感を持っているこの数日でですね、1500兆の反対の署名が集まったと聞きます。坂本局長、中国領事館に国有地名城住宅跡地3000坪を売却しないでください。お願いいたします。